岡市民会館に60年前に設置され、その後演奏できなくなっていたピアノがおよそ1年の修復を経て復活し、今日お披露目コンサートが開かれました。レガシーピアノは1963年の福岡市民会館のオープンに合わせて購入され、これまでに世界の名だたるピアニストたちが奏でてきましたが、老朽化により演奏できない状態となっていました。去年7月から始まったクラウドファンディングなどで2300万円が集まり、修復後の今年8月、福岡に帰ってきました。今日のコンサートには寄付をした人や企業の関係者が招待され、日本を代表するピアニスト中道郁代さんのほか、地元の子どもも演奏し、レガシーピアノの復活を祝いました。今後は福岡市美術館で定期的に展示される予定です。